て。どうもこんにちは。10番はシャレにならんって。元気ですか？10番負けはやばすぎる。元気ですか皆さん、こんにちは。風の音すげえな外。操作できないわ。これどうだ。台風中継のナットルゾ10万って。これでどう、まだ鳴ってる？鳴ってんだったら位置変えます。マシになった。マシになったってことはまだちょっとうるさいってこと。いや負けたね負けました皆さん。まだちょっと鳴ってる。俺の何ワロテンデン集めに集めたパチンコ、タイトルネタで少し回収したんでしょ。10万負け記念にパチンコ資金が全部なくなりました今日で。ありがとうございます、ありがとうございます。今日で全部なくなりました。いやちょっとずつパチンコ遊ぶためにね、ためてたんですけど。引退しよ。いやー負けましたね今日は。これを機に引退しよう。何をやってもうまくいかなかったです。なぜ勝ち続けれると思ったのか。何をやってもうまくいかなかったです。本当に。いやー苦しいね。まあでもこれも経験。ハラクリサーカスはクソ。経験の一つということでね。はい。なかなか。パチってこんな負けれるんだわら。いや俺もね正直こんな負けると思わなかった一日で一人で忘れた。パチの才能ないやろ。いやなかったね、めちゃめちゃなかったわ。走馬灯が一つ追加されたな。いや今日も いい経験しました。楽しい一日でしたね。いやでもパチンコマジで面白いわ。10万負けても面白いもん。Y の周りでスロの上手い人でも6から8万は聞くけど10はなかなかぞ。あらあのダメな時はそんなもん何やってもダメ。一個人が負けていい金額じゃないよ、ね、10万あったら何ができるか冷静に考えろ。10万あったら何ができるのってってってパチンコでしょう。もちろん。いやまあ、テレ天井いけるか。負けたのはしゃあないよ。楽しかったし言うて。いやだって俺まだ打ちたいもん。10万負けたのに面白かった。負けすぎて6万負けの時より吹っ切れてるやん。いやそうそう、なんかね、10万遊んだらなんだって楽しいだろ。なんかすっきりしてる俺は今。マジで当たんなかった。まだ打ちたいって病気だよわらわら。今日マジで当たんなかった本当に。意味わからん、おかしい。俺だけなんか呪われてたんだと思う。あそこのなんかパチンコのカラクリサーカスっていうのが新しいの出ましたよっつってで打ちたかったから、まあそれこそ10万円用意してたの俺は。まあそんな使わないだろうって。まあでもあの当たりやりたいからやっぱり。1月に1回以上そんな時ある攻めた結果だからしゃあないけど、やっぱ当たり遊びたいから、まあそれなりに資金は持っていこうと思って持ってたんですけど、まあそれで一回も当たりませんでした。本当に一回も当たんなかった。びっくりした。1200回はめて、でその時点で俺の心が折れて、1200回はめて俺の心が折れて、やめたら、なんか今日パチンコが、まあ、祝日だったのと、なんかパチンコがイベント日だったのか分かんないけど、どの台も座れなくて、その朝一で俺はカラクリサーカス、もうギャンブルやめなよタコはマイナス増える一方だよ、カラクリサーカス座ったんだけど、その気づいたらもうなんか全部埋まってて、どのパチンコも本当に甘デジも普段人気ない。山の日で祝日よ。そう祝日となんかイベント日があったとか、なんかポスターが出てて、なんか暑いですみたいなポスターがあって、でなんか全部いろいろ重なってたみたいで、すげえ
混んでて、マジでバカみたいにもう全員が全員パチンコ座ってて、俺はギリギリからくりサーカス座ってたんだけど、それで1200回はめて何も起きなくて、本当にあの心が折れて、でその時点ではまあ6万円とかあったのかな確か。で、あの別のお店に行って、もう他の大丈夫、俺も今日からクリサーカス千浜ターゲク単発だったから、設定ある方はこの時期多少あるかもくらいだからだ。その後あの別のお店に行って、カラクリサーカスに4万突っ込んで、負けと、一度もカラクリ、本日一度も私カラクリサーカスの負けを、あの当たりを見てません。4万持った、3万とか最後の1万別の台打ってた。一度もカラクリサーカスの、しかもカラクリサーカスの最強リーチやら最強保留とか出たのにもかかわらず外しました。最強リーチ4回、最強保留1回出て全部外しました。当たらず撤退かよ、わら。うん、お金がなくなっちゃったお金がなくなっちゃったから撤退です。そんなことあんだね、びっくりした俺も。だからカラクリサーカスはダメです、二度と打ちません、当たんないんで、相性が悪すぎた、ちょっとまあこれをやっぱり一応記録に残しておこうかなと思って、みんなに聞いてほしかった俺は。これをみんなに、何でサラリーマン金太郎にしなかった、ジャスト10万使い切り、今全体で何万負けになったの。埋まってんだよマジで、一つも空いてなくて台が。朝1で俺が取ったカラクリサーカス以外は本当にもう全台埋まってて、今全体で何万負けになったのわからん。ジャスト10万使い切り、なんなら10万とちょっと10万5000円ぐらい使った、なんなら10万5000円ぐらい使った。最後なんかよくわかんない台をいっぱい打ってた、当たんねえかなっつって、もうめっちゃ負けてる。でも最近結構調子良かったから、プラスで続いてたから、まあそれが全部なくなったって感じかな。ここ1ヶ月ぐらいのプラスが全部吹き飛んだ感じ1日でだよ、すごくない？じゃあそこまで痛くないのか。いや痛いよもちろん、だって元がマイナスなんだもん。元がマイナスなのにも、まあ、最近は結構調子が良かったからそのマイナスを減らせてたんだけど、それがまた結局増えた、めっちゃ痛い、何もできなくなった。なんならもうパチンコも行けません。金は天下の回り物。でもこれはまあ面白いなと思ってなんか一周回ってすがすがしい気分だよね、やっぱり10万円負けれたっていうのは。これはやっぱり勲章なのかなっていう。やっぱ女買うだけにしとこうぜ。勲章だって女買ってもさ脳汁出ないじゃん。おちんぽ汁は出るかもしれないけど、心入れ替えるかさみたしよ、脳汁は出ない、それじゃダメなんだよ。開いてる？あーよかった、開いてた、駐車場だよな。そうなんだよ、おちんぽ汁じゃね、脳汁の代用にはならないの結局。女で脳汁出ないは女エアプまあ出るか、どうだ、汁の出方がなんか汁のベクトルが違う。出るべき汁のベクトルが結構違うのよね。何の音？バックしろ音。怖い音鳴ってる。バックしろ音、ごめんね。今駐車場止めてるから。ポリーン、ポリーン。よいしょ。おい、オッケー、
よいしょ。さあ今日はじゃあ駐車場で雑談配信でもしようかな。川口の限界の音かと思った。まあ俺も限界だけどね、ほぼほぼ。いやーどうですか皆さん、楽しいですねこういう日も。だからでも逆に考えたら、まあ1日で10万をまくるっていうのは結構大変かもしれないけど、2万だったら2万を5日間勝つとか3万を3日間勝つとかで全然すぐまくれるんで、パチンコって簡単なんです。まあ今日10万負けましたけどいや思わなかった俺も正直。本当にめっちゃ熱いリーチね、いっぱい来たの。じゃあすぐ取り返せるねにっこり。うん、いっぱい来たんだよ最強リーチ。なんかキンキラキンに光って、キンキラキンに光ってさ当たんねえのダメでしょ普通に考えて。もうここで寝よっかな俺今日眠いわ。みんな今日配信ないです、今日配信お休み。寝るので家帰ってお風呂入って、でもお風呂入んのめんどくせえから車の中で寝ようかな。そう思わん？そのさ家帰ったらさそのベッドに完全に壊れてる。でも次行ったら2万勝ってもこの前10万負けたからって突っ込んで負けるぞ。せめて家帰れ。この前10万負けたから突っ込んで負ける、それな結局な。だからちょっとプラスになった時点で帰れればな、1000円プラスだったとしてもまあ10日で1万100日かかるけど、まあ100日かかればね、かければ1000円プラスになったタイミングで100日かければそれは回収できるけど、もうほんとその今から家帰ってさその寝るためにはお風呂入らないとじゃん。でそれがめんどくさいからもうこのまま車の中で寝ていいですか皆さん。私眠いんで車、俺なんかね買ったんだよね、あの車の明日の川口が大変だよ、車のフロントガラスになんかつける傘みたいなの買ったの。なんかね一生かに帰らないつもりなら車のフロントガラスにねこう傘をつけて日差しが入ってこなくさせるっていうあの傘を買いました。こうすることによって、僕の車の中は涼しげな一日が送れると、そういうことですな。明日の明日絵描こういっぱい、パチンコで負けた次の日は絵をね描くって決めてんです俺。いつかこのパチンコの負けをこの絵イラストで回収できるような男になりたいから、パチンコで負けた次の日は絵をいっぱい描くんだっていうそういう気持ちであります、あるであります。もうさそのパチンコ YouTuber とかがさ10万負けとかはさ分かるのよ、やっぱりその絵的にね、その一つの台を打ち続けなきゃいけないし、当たらなくてもねやり続けて。違うよ個人的にだよ、そんなことあるなあ、ありますかってんだい。困りましたね。どうせ1時間だけ描いて麻雀3時間やるよ。まあそれもあり、10万あれば色弱補正メガネと風俗行けたじゃん。まあ10万はあの色弱補正メガネ買えましたね10万は色弱補正メガネ買えました完全に。え、じゃあもうさそれでよくない？今から色弱補正メガネと風俗、おい今から風俗行くべみんな。この時間、え、この時間で風俗やってる？もうこっから10万負けたんだったらもうこれ以上いくら増えても変わんねえべ。風俗行こうやみんなで一緒に、俺と一緒に行こう秋葉の。そうすればもう大丈夫。100万貯めて防音室買う花ってまだ生きてるの？普通に貯められたしょ。いや貯められないね、結局だってパチンコの勝ち分も負け分も全部ほぼパチンコだもん。まだ生きてるよちなみに。
貯金額はゼロです今のところ。今のところゼロ。もうちょっとだね。だから100万まであと10100何倍。ゼロはゼロは何倍かけてもゼロなんだよって教えてやってくれよ、みんな。こいつに、このバカによ。なんで、まあ、あと100万とかすぐやだ。また1から、結構溜まってたんだけどね。今日で全部なくなったね、本当に。その遊ぶ用のお金としてね、ために貯めてたお金が。まあ、また全部なくなっちゃったんで。結構強気だったんだけどね、俺。10万円持ってたから。やっぱ10万円持ってると強気に出れるじゃん。すでに。常に。何かに自由に使えるお金が常に10万円あるだけで、やっぱり人間は強くなれるんだけど、まあ、それがなくなってしまったんで弱くある。俺は弱くあるしかなくなってしまった。ただ弱さを知ったもの、やっぱ強さ、なくなったらまた貯めればいい。一度強かったものが弱気を知った時にどうなるか知ってるか。最強になるの。弱さも強さも知る男として俺は生まれ変わりました。皆さん、今までは成金でした、ただの。ただ今弱さも知った。お金がない人間のつらみ、苦しみ、それを知れたことで俺はまたさらなる強者へと、まあ変貌していくのかなと思いますね。いやマジで寝そうこのまま俺今車の中でリクライニング倒して、あの目つぶりながら配信してるんだけど、携帯持って。このままマジで寝そう。やばくそ眠い。いやー、まあそういう感じですかね。じゃあ今日は一旦そういう感じで、まあ皆様にね、一応ご報告ということで、人生には1日に10万をする、まだコインパーキング、そうです、こともあるんだよっていうのを、皆様にねお伝えしたかったので、で記録、未来の俺のためにね、おいこいつは今日この日、今日は何月何日ですか、2022年の8月11日に、あ、10万負けたんだなっていう記録もね残したいということで、その記録と皆様に、お伝えするという、同時にねこの配信を通して皆様に、お届けできたらなと思いましたので、またね今日はちょっと眠いのでお風呂入って寝るんですけど、まあ、また明日起きたら絵でも描こうかなと思いますので、まあ何時に起きるかは分かんないんですけど、まあ起きられれば午前中と、まあ、どうせ無理なので午後と、なんなら夜と、そういうことで、皆様と共にまた楽しい時間を過ごせるのを私は心より楽しみにしておりますので、皆様も明日楽しい一日になるといいですね。ハム太郎、それじゃあ今日は寝ます。明日楽しい皆さんの、大丈夫、10万負けるってことは10万勝てるってことだから、そうなんだよね、お休み。結局な、結局10万負けられるってことはそこから10万も勝てるっていう可能性がある。俺はその可能性をかけたんだけど、まあちょっと負けちゃったよっていう、届かなかった、ただちょっと届かなかっただけ。それが届けば別に全然余裕なんでね。3万発出せば12万なんで、パチンコなんてもんは簡単です。まあ皆さんもね、あんまり無理はせずに、趣味は楽しく、距離感を適度に楽しめる距離感を持ちつつ、皆さんもやっていただければなと思いますので、本日はこれにてしまいということで、ありがとうございました。お疲れさまでした。シャイ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 。